よ。私は今秋田に来てます。こちらでバイクを借りて秋田から岩手ツーリングをしていきます。レッツゴー。今日の相棒は忍者653です。いや忍者乗るのマジで初めてなんだけど、憧れだったんだよね。いやでも思ったよりでかくて大丈夫かな、不安になってる。無理やりつけたカメラ。それじゃ行きますかね。こっちじゃない、逆捨て左折どこでやったらいい。うわー一生まっすぐじゃねえか。いいのこれ、すごい遠回りになったりしない？大丈夫そう。 OK、 もう君ついてないから君ついたことになってないから。自分でさスマホマート持ってきたはいいんだけど、なかなかねやっぱり車種によってつけれる場所が違うし、形状もなんかすげえおしゃれだからさこの忍者だから、もうなんかこんなことになってるから見えるからいいけどさ、落ちないでよ。あかん、ウインカー消しなかった。さあ今日はなぜわざわざね秋田県にやってきたかと言いますとですね、修行の一環っていうのと、東北生まれのくせに秋田岩手行ったことないんですよね。で修行のルートとして一番効率いいのが羽田からだったら那覇なんですよ。那覇はこの2年修行しまくったからもういいと思って、まだ行ったことのない場所に行ってみようということで今回ここに参りました。すごいいい感じ。スマホマウント以外は秋田駅からレンタルバイク屋さんまでタクシーで行ったんですけど、タクシーの運転手さんがもうゆるゆる、君もうダメだね、ハイパー優しい人で、すごいなんか秋田弁でめちゃくちゃ喋りかけてくっち、いやー懐かしい気持ちになりましたね。やっぱ同じ東北だからさ似てるんだよね。ちょっと何言ってるか分かんないっすっていう時もあったけど、すごいいい人だった。なんか今日本に台風来てて、台風と3連休付き合ってるからさ、また台風来てたんだけど、で今日も雨予報だったんですけど、なんか直前で変わって夜まで雨降んないみたいな感じだったから、乗るなら今しかねえと思ってバイクお借りしました。めちゃくちゃこう前傾するイメージだったんですけど、全くそんなことないですね。なんか私の勘違いだった、なんかと勘違いしてた。まあこっから1時間走るんで、走って田沢湖っていうところに行きたいと思うんで、一旦切ります。秋田道、いやこれ ETC 入ってんのかな、入ってないよな、入ってるわけがない。もう ETC とかの料金もさ後付けで払えるような仕組みになって 4G。 あっと止まれ。ちょっと待って、分かった、ちょっと待って、よいしょ、うまくたどり着けるか、久しぶりのロンツーだから。どっちこっちか、まだカーブあるからそんなに後ろから詰めないでほしい。うぅ雨虫どっち、ちょっと待って、こういうカーブ難しい、苦手。ちょっとあんま慣れない車両なんだから、ちょっと後ろからちょっと詰められたら困る。詰めてこない人でよかった。スマホマウントがほんと心配ね。待って雨じゃない、やめてー熊出没注意だって。いや熊には会ってみたいけど、目の前に現れたらまあ自分が負けるからな多分。風防ついてるけど風がきつい。よいしょよいしょ、通行券。あすごい体が湿った。雨はなんかね本当に10秒に1回1粒ぐらい落ちてくる感じなんで別にいいんだけど、ここも電子決済つけてほしいな。なんかさっきからさ時間が全然縮まってないんだけど、おいしっかりしろ。山の天気ほど信用できないもんはないわ。濡れてる路面嫌すぎて、おい何個山越えたのか分かんねえぐらいを越えてきたんですけど、本当にね何もなかったあとねバイクも2台ぐらいしかなんつうのすれ違わなくて、一体どういうことなん。あ田沢湖、湖が見えましたねついに。うわ綺麗、めっちゃ遊覧船とかもあるんだ。へえ、何も食べてないけど、いやだいぶ走ってきた気がするな。これで何キロぐらいなんだろう。いやこの路面微妙に濡れてんのやだな、本当に。乾いてたらね頑張れるんだけど、頑張れないけどね。もうタイのトラウマがあるからさ、地面にひれ伏すの初めてだったね。それで言うとね、マジでこれ倒したら笑い事じゃないからな、気をつけよう。途中でお店、なんだろう、家民家、人類あったんだけど、その他は本当に山だった。大丈夫かな、私本当に行きたいとこ何か所も巡れんの。やべえよ、タイムアタックなんだよこれは。ヘルメット曇って見えないから、何も見えない。あった、味噌担保。あここ
ここがなんかいい感じらしいです。もう全身湿ってて最悪。ここにしか止めらんにでねーがなーということで、開いてんで止めちゃいます。よし、すっごい時間かかった。あ、浜辺みたいなのあるわ。これは秋田県民にとって絶好のデートスポットなんだろうな。福島にも猪苗代湖ってのがあってさ、誰も聞いてないと思うんだけど、すごい広い、綺麗ですね。想像と全然違うやつ来た。え、きりたんぽの何てっきで、こんな中にでかない。あった、よいしょ。じゃあ次の目的地に行きます。岩手の地を踏んでくる。しゃあ行くぜ。あ、え、あ、そっか、スタンドが。レッツゴー、山よ。こういう道ってなかなか地方の方来ないと見れないからすごい嬉しいな。さあ次はですね、雫石という場所に参ります。航空好きの間で避けては通れないというか、まあ知らない人はいないでしょうねっていう場所が雫石なんですよ。飛行機にまつわるものとして慰霊をしてまいります。森の雫公園っていうところを目指します。いや、しかしね、腕痛いで、今は止んでるでしょ、乾いてるでしょ。ところどころでまた降ってくるのよ。寒くないのだけが唯一の救いだな。え、濡れてるカーブ道の曲がり方ってない、ひたすら減速するしかなくない。なんかさ、コーナリングというかさ、倒して曲がるとか無理じゃね。濡れてんだよ。皆さん、この停止線っていう看板が何か分かりますか。東北にしかないっていうのがほぼ答えなんですけど、単純にあの雪で見えなくなっちゃうからですね。クイズ番組あるじゃないですか、ああいうのにたびたび取り上げられたりするんだよね。でも東北の人はみんな知ってるっていう。岩の塩焼き食べたかったな。なんで私はこうもさ、わざわざ遠くに来てツーリングするときにいつも雨なの。雨女だね。そんなこと言ったら、この世の3連休どっか行こうとしてる人みんな雨女雨男なんだけど、マジトンネル抜けた瞬間雨だった。もうめっちゃ曇んの。曇るからさ、もう半分ぐらいもう見えない状態で走ってたから怖くて怖くて。わー、冷たーもうやめて。さあ盛岡方面、小祝農場本当は行きたかったけど無理だ。農場行く暇はちょっとない。修行僧としての矜持だけ果たして帰る。本当に怖い。うわー、何も見えない。マジでもう見えないんだけど、マジで見えない。かといってさ、これ開けて走行すると髪の毛が目に刺さるでしょ。まで&雨がめっちゃ入ってくる。すらなんでこうなるの、ほんまに。こんな思いをする。クソ焼きに生まれたかった。うわもうやだよ。もう雨だって知ってた。来たとしてもね、バイク乗らない。あー怖い、やめて。もうなんかもう、今の何、マジで本当に怖い、パニック。今でも進まないと帰れない。思ったより遠いぞ、しずくいし。もうまっすぐな道だけにしてほしい、お願いだから。もうこれ以上曲がらせないで。マジでワンチャンこける。よそ見できねえ一切。ビバークしたい。もう辛い、帰りたい。秋田市内に帰りたい。なんで普通に降ってんの意味わかんないんだけど。そもそも東北にたどり着く前に大抵の、あー道間違えた。東北たどり着く前に大抵のね、台風ってあの温帯低気圧で変わっちゃったりするんですよ。あー怖い。これ怖いっていうのはあの福島弁なのか東北弁か分からんけど、疲れたって意味です。また道間違え侍。バイクはガチャだから、天候ガチャ、ゴルフと同じ。あ、ここだ、森の雫公園。人っ子一人人っ子一人気配感じないんだけど。道なき道とは言わないけど、本当に大丈夫かな。道が落ち葉。もういい、ローギアで。いや、さすがにセカンド、さすがにセカンド。神秘的だ。え、ここ駐車場。ああ、砂利はやめて、砂利はやめて。あんまり奥まで行かんとこ。え、これ何、登んなきゃいけない感じ。一応ね、一応盗まれたら困るか。
ひぃ、手が痛い。え、怖い。山奥すぎて暗っ。やばい、超怖い。おっとっと、かかってくれよ。います。暗い、怖い、滑る。なんとも神妙な気持ちになった。本当は小岩井農場とかも行きたかったんですけど、ついにタイムオーバーです。いやでも本当に行けてよかったです。私ノンストップで帰れるんだろうか。さらば岩手。なんかそういう意味だとちゃんと目的を持って修行できてることになってるから達成感があるかもしれない。え、本当にここ？おい、嘘つくなよー。ブザイヤー。大きな円を描いて戻る。もう曇ってて何にも。どうしてこんな湿度が高いの。東南アジアかよここ。山小屋ドライブマジだね。いやまだもう一山あるな。もう一生顔にさ、バチバチ小雨浴びながら、なんか何とも言えない雨な。連続100カーブぐらいしたんじゃないか。手がポチ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 になっちゃった。あと何山あるのでしょうか。頑張ります。どれがハイビームかわかんないんだけど、ここか。あ、もう暗くて暗くて。ね、秋田県に聞きたいんだけどさ、トンネルって知ってる？雨宿りさせていただく隙もなかったんですよね。間になんかガソスタとかもないから気をつけないとやばいかも。疲れた。でももうちょっとで着きそう。マジで手がしびれてなんか感覚ない。私ハイビームにするの今日初めてだ、バイクで。それぐらい明かりがどこにもない。え、本当にこれあと10分で着くの？ちょっと舐めてたぞ、この秋田と岩手を通る山道。こんなんだとはね。しんど、怖い。2つの意味で。あー疲れた、お尻が痛いもうしんどい本当に。山からここに来るのにマジです2分ぐらいえ疲れた、助けて。この雨の中誰一人ツーリングしてる人がいない。つらいよ、こんなはずじゃなかった。ということが人生には何度も起こるのでね、特にツーリングにおいては。最後まで気を抜かず、よいしょ到着。無事事故なく肩も肩もだだだだだだだ。あ、手が痛い、全ての体が痛いよいしょもう髪を溶かす暇もなかったわ。疲れた本当に疲れた。まあとりあえず髪だけねリセットしてご飯食べに行こうと思ったんですけど、やっぱさ雨の中ほっつき歩くの嫌じゃん。だからめっちゃ電話したけど全て断られた。無事に秋田岩手ツーリングもう忘れられないものになりました。もっときちんとツーリングしたい方は私のような賭け麻雀のようなことはやめて、天気がいい日に来るといいと思います。前々から行きたいところも行けたし、すごくいい経験になりましたね。今日お世話になった佐藤モーターサイクルさん、ありがとうございました。まあ私が行ってない県結構あるので、皆さんのおすすめのツーリングスポットとかがあればぜひ教えてください。ということでこの動画終わりです。さようなら。